ボランティアってイメージがありましたからね。いやーありがとうって言われるっていう。三陸町はボランティアセンターの指示で全て動いたんですけど、僕ら静川小学校にその需要があるっていうので行ってくれって言われて行ったら、実際は避難所に行ったら、あ、そういうの受け付けてませんっていうお話で、本部自体が中学生がやったんで、多分大人も疲れてるし、多分標識あると思うんで、284号この気仙沼方面にあとまっすぐ来たす道なり、重度性福祉の国家資格で保険が僕ら使えるんですね。だから基本的には疾患ですよね。病気とか怪我を対象にした治療ができるっていう。整体師ってのは無資格で、本当に慰安的なほぐしだったりとか、僕自身はゼロなんですよ。ボランティアってイメージありましたからね。こういうことをやって、こういうのを頼まれて終わった後に、ああありがとうって言われるっていう頭がありましたからね。今回も目的あって行きますけど、果たしてそれがあちら側に受け入れられるか行ってみないと分かんないですよね。ただ前回行ったおかげでその覚悟はできてるんで、町民の方に聞くと、マッサージしてほしいよっていう需要はあるんですけど、だそれやってしまうと私たちが疲れるから的な感じに僕は受け取ったんですよ。それが南三陸町のその米西アリーナの災害対策本部でさえもですからね。ボランティアセンターの本部でさえも、やっぱ精神的な体力でしょ。メンタルやられちゃってるんだと思って、こんな使えないもん持ってきたのみたいなのも言われたし、ただ避難生活が長いがゆえにどっかにこう当たりたくて、僕みたく日帰りでこう行ったり来たりできればいらないものを持ち帰ってっていうのはできますけどね。本当に遠くから来て僕はこれを届けるんだっていう強い意志を持って行った人がいらなくてなると大変でしょうね。もし需要があれば、ボランティアセンターとかには登録はしてないですか？であれば一回してからしてもらっていいですか？了解。ゴミ捨てが1日2回で、お掃除が1日2回。一番捨てて、だいぶいいみたいです。避難所に入ろうと。298号だからってのに入るんですけど、避難所点々と、うんうんうん。すごい少ないんですよ。これ6人とか。で、食料とか行ってるらしいんですけど、子供がいたらおもちゃとか、マッサージとかも多分。仙台の接骨院から来たんですけど、ヘルニアですか？狭窄症。はいはいはい。こいつさっきの、あ、コツマとつきずりなんだな。ヨーバットコレクション。こんにちは。
一応避難所にここは指定になってたんですけれども、はい、一応この間解除しまして、ああ、電話がまだ普及になってないんで、はい、その連絡体制がちょっとね、医療的なことっていうことです。まあ、昨日訓練から昨日訓練からね、なるほどね。こっちもっと上がりますよ、こっちぐるっと足首足首、そうすると寒いんで、ちょっと見させてもらったんですけど、力抜いていいですからね、力抜いて、はい、大丈夫、はい、大丈夫。気持ちいいです。はい、はい、どうも。ちょっと他には物資がいるけど、家の個人ので店内で、ね、店内で、ね、3階まで先物の手ですね、やっぱりね。じゃあ今ここら辺の牡蠣とかはどうなんですか？全部持ってかれてしまってしまう。はい、お疲れ様でした。どうもありがとう。どうも申し訳ございませんね。耳かき、みんな耳かき欲しい。耳かき欲しい人。田村さん、耳かき。避難のしてる人にももらっていいですか？はい、あ、全然全然。右と左で2本ずつ使ってもいいんで。2回にこうやって。そうそう、2回に。これは。全身ですか？全身です。流されたの。で、安らぎって言って、避難場所あったんです。やっぱり津波来て、ああ、そうですか。はい、2階まで来て、で、3階に上がって、はい、それから屋上に上がって、はい、はい、一晩。で、寒かったです。気持ちよかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。ありがとうございました。いいね。いいよ。地域柄っていうのもあるかもしれないんですけれども、肌で感じて、うん、その避難所その避難所ですごい表情があるっていうのがやっぱり分かりましたね。避難所とか回ったのは初めてなんですけど、子供たちとかみんな、おばあちゃんとかも逆にこっちがやっぱ元気もらったつか一緒に遊んだりして、何があっても驚かないと、常識は通用しないなっていう今の、うん、この現段階では、うん、その避難所自体の状況っていうのは本当にもう行ってみないとわからないので、ボランティアセンターの本部に話を聞いてもやっぱり行ってみると全然違った環境があるので、下調べは必要ですよね。お疲れ様でした。